はい。お待たせしました。ララケンプラス YouTube ライブ始まりました。ちょっと遅れてしまいました。申し訳ありません。えー、本日は福田正博さんをゲストにお迎えして、ララケンプラス YouTube ライブをお送りしたいと思います。福田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。福田さん、あのー、先週、広島に行ってきたみたいで。りでね。 <laughs> <帰りで笑>遠い遠いよ4時間行って4時間滞在して4時間かけて帰ってきてるから <laughs> 結構微妙な、えっと、位置ですから広島は結構埼玉まあまあでもあの飛行機で行った昔のスタジアムのところに比べればさ、ええ、新幹線で行けるから、はい、新幹線は時間もいろいろ変えられるからさほうん、うん、っといた時間を早くできたりとかいろいろできるんで、はい、うそういう意味ではいいし駅から近いん、ね、で広島の駅からはいはいですよね、うん うん、だから、それはそれでいいんだけどね。うん、いや、あのね、えー、っと、今回、えー、浦和レッツは2024シーズンの J リーグ開幕の試合をアウェイのサンフレッチ広島、えー、新しいエディオン,ィン、えー・ピース・ウィング・スタジアムというところで開催したんですけど、福さん実際どうでしたあの、広島の新スタジアムの雰囲気は。スタジアムはすごいいいよ。やっぱりサッカー専用だし、ま、うん、あ,あ、 そのいろんなとこ今できてるけどさ、はい、広島の一番の売りは何かって言ったら、やっぱ街中にあるってことだよね。えーえー、街中にあのサッカー専用のやっぱりスタジアムができてるっていうことが一番の売りなのかな。はい、そのサッカー専用のスタジアムでいいところって、今はね、うん、ジェリーがスタートしてからもう31年に、にシーズン目になるんだけどさ、いろんなとこでできてるけど、はい、やっぱりそのアクセスの問題とか場所の問題のことを考えると、ね、広島は初めてそういう街中に、 うん、そういうサッカー専用の、まあ、2あ5000とか言ってたかなその裏入るらしいんだけど、まあ、スタジアムができたってことではその雰囲気も含めて、うん、まあ場所も含めていいのかな、うん、試合終わった後にやっぱり歩いて帰れるしはいまあいろんなところに小学校出ていけるしまだこう周りはねいろいろ工事してたりするんだよ公園みたいな感じになってんだけどああまだそこ,こまでは整備されてないんだけど、ええ、まあ屋根の屋根もかなりこうあってさ反響もすごくさ まあ、いろいろな事情があって、ホームとアウェイが、実は、メインスタンドから見ると、左側がホームで、右側がアウェイなんだけど、それは実は逆になってるんだよね。はいはい、カシマも実は逆だったりさ、いくつか逆のスタジアムがあるんだけどさ、そういうところがさ、ちょっと広島もいろいろ都合があって、そういうことになってるんだけど、はい。いろんな、まあ、なんていうの、街中に作ると、いろいろな後から作るから、いろいろな問題をクリアしなきゃいけなくて、いろ、うん、んなことが、まあ、あった中で、まあ、長い年月をかけて、いろんな人が尽力して、 うん、まあ、いいスタジアムを作ってくれたなって思うのもしな、J リーグの新たな、こう、なんていうのかな、象徴になるようなスタジアムなのかなっていう、うん、アクセスの部分は重要だよ。でしょうね。俺なんか、最下が6万入るって言ったってさ、はい、アクセスの問題があってさ、はい、もし6万入っちゃったらさ、うん、大変だしさ。ですね。まあ、それこそ町田の問題はずっと言われててさ、案の定開幕戦の時に町田で、ホームで行われてさ、 うん、頑張ったの試合だったけど、いろんなことにはなってたみたいだしさ、はい、そういうニュースになってる、ねはい、ずっとそれは言われてることなんだけどさ、うん、まあそこのことはやっぱりかなり大きな問題だと思うんだよね。うん、そこはやっぱり、漆の場合はないから、はい、そこはすごいなっていうふうに思うな、いいなと思う。うん うん、まあ、そして、まあ、その前にね、プレーシーズンマッチでガンバ大阪とすでに対戦をして、まあ、こけら落とし的な試合は終わってましたが、それでもね、公式戦としては、レッツとの試合が最初だったんですけど、やっぱりサンフレッチェ側の気合というか、まあ、その試合にかける思いみたいなのも感じましたかね。まあまあ、それは、ちょっとその思いはどうか分かんないけど、うん、やっぱりホームだしさ、開幕戦ということでさ、はい、やっぱり両チームそういう部分はあるよ。ええ まあだから、スタジアムが最初にできて、今言ったようにオケラ落としはもう終わってるし、開幕戦の初だっていうことで、何か特別な思いがあるかって言ったら、多少あるけど、そこで大きな意気込みとか、気負いとか、なんかそういう部分は別になかったよ、だから、普段通りにやっぱやってる感じ、広島らしい普段通りのサッカーをしてたなっていうのは思うけどね。なるほど。いや、そういうサッカーをさせてしまった、浦和サイドにしてみると、されてしまった、させてしまった。 えー、浦和ということの戦い方には大きな問題はあるけど、うん、広島は相変わらず広島らしいサッカー、広島のいいところ、たくさん出すようなサッカーを最初からしてたな。だから、ある意味、そういう部分での気負いというのは全く感じなかったね。うん、うん。まあ、早速なんですけど、えっ、ー、と、そのゲームは0対2で、えー、ホームの、えー、広島が勝利したわけですけど、率直に草さん、印象どうでした、この試合は。まあ、ちょっと言葉はきついかもしれないけど、期待外れだったね。裏にサイドにしてみたらね。<laughs> らら期待が大きかっただけに、 かなり期待外れだったなっていう感じは俺はしてるかな。メンバーも含めて、ちょっともう少し違うメンバーで来るのかなと思ったけど、コンディションの問題とかいろいろあったかもしれないけど、新しく入った選手も含め、戦い方全般、まあだから90分の中で70分間はも広島のゲーム、うん、残りの20分が浦和っていう感じだったと思うけど、うんはい、まあある意味その70分間はちょっとやりたいこと、うんまあ、準備してきたことがあるんだと思うけど、 うん、なんかそれは思うようにいかなかった感じはちょっとするかなっていう感じか見てる感じでは非常に窮屈な感じに見えたし、はい、まあ言われてることを一生懸命やろうとしてるっていうの,そ,のそれでこその言葉で全部、まあ、消化できるのかもしれないけどちょっとその辺は選手たちに聞いてみなきゃわからないけど、うん、うんなかなかちょっと思うようにいかないかなで、うんまあ、よく言われてるのが、まあ、俺なんか解説だからさ当然さ、うん 広島はやっぱり3年間やってきてるから、はいで、浦和は変わったばかりだからっていうことで、うん、メンバーも変わってるし、監督も変わってるし、その成熟度の違いだって言い方で、一言で済ましてしまうけど、うん、まあ成熟度の違いっていことは多々あるにしても、かなりそこには、あのゲームに関して言うとちょっと差が見れたかな。うん、で、裏和をサイドにしてみると、去年からの流れもあるし、監督は変わってるし、メンバーも変わってるんだけど、ね、浦和としては、 ずっと1年ずつでブツブツ切れてるわけじゃなくて、実は流れがあるから見てる人にとってはさ、昨、はい、シーズンああいう形になって、今年は攻撃的な選手を取ったよね、じゃあそれプラスだよねっていうような期待感を持って、まあ、見てしまってる以上、ね、まあそこをここ考えると、かなり期待外れのゲームになってしまった。うん、裏にしてみると その大きな期待に応えるようなゲームはちょっとできなかったうん、うん、ゲームかな。広島の引き立て役になってしまったなーって、広島のいいところを引き出すようなゲームになってしまったなっていう感じはするけどね。うんうん、まあまず第一に、その、浦和が苦戦した要因っていうのは何考えられますか、ふさんから見て。いや、まあ、広島が良かったってことだな。うん。すべてのおいて広島の方が上だったってことだろうな。残念なことにな。それはもう認めざるを得ないだろうな。えー、ええー。うん かなりね、えっ、ー、と、まあ、事前にね、えっ、ー、と、えー、スキッペ監督も、えー、我々はね、前線からプレスかけていくみたいな話されてましたが、実際にまあ、そういう、えっ、ー、と、アクションも見られましたよね、序盤からね。っていうか、そのアクションが見られたっていうよりは、もう一貫してずっとやってんだよ。えー、もう3年間。はい。今に始まったことじゃなくて、はい、裏を用にやってるわけではなくて、えー、裏の人たちは年に2回くらいしかやってから、そういうふうに捉えるかもしれないけど、えー、広島はずっとそのスタイルでやってて、 広島のスタイルっていうのも分かってるわけだよね。うん、はい。裏サイドとしてもそうやってくるっていうのは重々分かってた中で戦ってるはずなんだよね。うん、はい。だから一つ大きな問題としては、ちょっと俺が見た限りでは、まあ監督が自分たちのスタイルみたいな4-3-3でやります。攻撃的にやりますっていうことで、うん、それがいいのか悪いのか良さもあるし、俺は良くないところもあると思うんだけど、はっきり言って柔軟性がない感じはしたんだよな。うん,う,んうん。ものすごく柔軟性がないっていうか、 相手にカチッとはめられたときに、それに対して柔軟に何かこう対応していくっていう能力は全く見れなかったなって、70分間までね、全くそこは。なんか自分たちにやりたいことをやってますみたいな、はいうん、だからちょっと俺は分からないけど、この38試合ある中で開幕して1試合で全てを語ることは難しいし、まあ、5試合、10試合ってこう見ていかないと分からないところあるっていう前提のもとにはあるんだけど、まずあの試合を見た限り、 何を感じたかっていうと、うん、ちょっと柔軟性がないなっていう、うん、自分たちのサッカーをやりたい、どちらかというと理想的なことを追い求める監督さんなのかな。現実的なサッカーを昨シーズンの監督さんは、俺はまあ2試合ぐらいやって、すぐ柔軟にこう物事変えてったと俺は思ってるんだけど、ええ、その柔軟性がある戦い方をしてたと思うんだよね。ええ、で、やっぱその、例えば433にこだわるのは構わないけど、 でも状況によっては変えた方がいい時もあるし、例えば島崎もずっと言ってるけど、ええ、そのセンターバックの間にもしうまく回らないんだったら一人降りるって言っても全然あるしさ、二、うん、人にするって言っても全然あったと思うんだよね。ええ、逆に F ・マリノスなんかうまくいかなくて4、4、三四2、3、1に変えた、4、3、3から4、2、3、1に変えて、でまあちょっとスムーズにいったっていうところもあるんだけどさ、ええ、変えることが全てだったら俺は思わないけど、なんかあまりにも前半、 から、その途中までの戦い方が、なんていうのかな、自分のポジションについて、なんかやってるだけで、ものが動かないよね。うん、にもかかわらず、それにずっとこだわってやってるっていうのが、少しそこの変化の部分がないから、まあ、あの試合だけ見て、すべて評価するわけでは、しちゃいけないとは思うけど、今後見ていかなきゃいけないけど、うん、なんかそういう部分では自分たちのサッカーをやりたい、自分のサッカーをしたい、自分のサッカーを表現したいっていうことが、 ちょっと強くなりすぎてしまって、結果よりもなんかそっちの方が優先される監督さんなのかな。それは何をいつも言ってるかっていうと、日本の人たちってそっち好きなんだよ。うん。勝つことをもっと優先していかないと、日本の人たちってそっちどんどん薄れていっちゃうから、海外の人たちってどっちかっていうと、そうは言ったって、勝つことに対してすごい執着。ペトルビッツさんなんかは実は本当はそうなんだよね。誰よりもそうだ。ね 前もこういう話すると、ペップなんかもボールを繋ぐことをバカげてると。勝つために我々はそのサッカーを選択してるんだっていう言い方をするんだけど、なんかどうも、その、やろうとしてることを一生懸命やるっていうことに、まだ頭がいってるだけ、いってる、いってしまってて、本来の目的を達成するためにどうしようかっていうことまでは、ちょっと頭が回ってないような戦い方にちょっとなってたのが、 全体的にこう窮屈な感じに、に、俺は受けたのかなっていうのは思うけどうん、うん。ええ。まあ、ということは次の試合でどういうリアクションが起きるのかも見ていかなきゃいけないですね。ただ俺は監督の思考がどうも発言してる思考がそういうような思考に聞こえるんだよな。うん。あのシステムとか攻撃的にやるとか433でやるとかって決めちゃってるじゃん別にそんなの、<あ>そんなの形の問題だから。 それはベースでっていう言い方で全然構わないんだけど、ね、なんかああやって言ってしまうと、なんか変えてしまったり何かするってなると、おいおいおいっていうふうにちょっとなりやすいから、うんうん、あんまりそこまで言わなくてよかったのになっていうふうに俺は思ってんだけど、多分そういうやり方で勝っていきたいっていう考え方の人なんだろうな。うんうん、だから、うんうんど、どうなんですかね。何が何でも結果<の>を残したいっていう感じに,俺にはちょっと受けない感じなんだよね、えーまあ。なるほど。<で> ちょっと気になったのが、試合前に、まあずっと言われてることなんだと思うけど、監督さんが。なんか、いや学、学びだっていうことを言うよね。サッ学びなんだって、ずっと学ぶんだっていう、えーうん、すごく教育的で、育成的なことがすごくあると思うんだよね。決してそれは悪くないんだけど、うんはい、でも、今のこう、例えば、裏場の流れからするとだよ。まあ3年計画っていうことを持ち上げて、そこでなんこうやりながら、去年ちょっと、 優勝争いにこう絡んできたとで。今年はもう優勝だよねって言ってる中で、えー、なんかまたちょっと育成的なことのニュアンスがこう入ってきてしまってるんだよね。チームは何、どういうしてその監督をしたのかわかんないけど、か、勝つ監督を連れてきたのかなって俺は思ってたんだけど、どうもそういう感じではないかなっていうふうに俺にはちょっと映ったかな。うんいや、人生も、 学びだろっていうようなことを会、会見というか、そのインタビューヤに言ったんだよ。サッカーも学びでしょって言って、人生も学びだろっていうような、なんかこう、なんていうかな、どっちかというとそっちをこう大切にする監督さんなのかなっていうふうに俺には映ったんで、果たして今年の裏場にそういう考え方が合うのかなっていうような感じは若干受けたかなって、そこまでの時間が、 裏腕で与えられるのかなで、そこまでの時間をチームは許容してるのかなっていうような、少し時間がかかるのか、そういうことを大切にするのか、勝つことをそこまで優先してるように、ちょっと俺には映んなかったかなっていう。あの試合見る限りだよ。これからどうなるかわかんないけど、発信してることが、どちらかというとそういう感じ。 一番今、日本、浦和に大切な、このいわゆる勝者のメンタリティっていう、まあ、漠然としててで、具体的に何なのっていうことはないんだけど、もっともっとこう、勝ちにこだわっていくっていうかさ、なんか、そこと、そういうことの監督さんでは実はないような、俺は若干するな、<laughs> なんとなく <laughs> まあ、まだ、ね、福田さん、ね、福田さんも何度もおっしゃってますが、まだ、まだ分からない部分はありますけどもね、その、え,ー、えなんかニュアンスがね、そ,<う>そのゆ ってることとか学びとかそういうことの方を重要するして形を言ってるっていうのはすごくやっぱりこう現実的というよりはどっちかって言ったら理想的なことを追求していく方なのかなっていうふうにはちょっと思うけどねどっちかって思考としてはね、まあ、まあ一方でそのえー、っとえぐ監督、えー、北欧がまあ主なえー、っと指揮取った、えー、クラブですけど優勝経験も結構あるんですよねその あまりその、どちらかというと、その、下位のクラブを率いてる印象ではなくて、結構上位のクラブを率いてる監督さんでもあるので、まあね、もちろん、福田さんのおっしゃってる印象、も当てはまる部分もあるかと思いますが、その、ベルディ戦でどうなるかもちょっと、見てみましょうかね。ちょっとじゃあ、どういうアクションを起こすんだろうね,ねだから、それはだから、どういうリアクション起こすかわからないけど、<laughs> えー、どちらかというとそういう思考なんだろうなっていうふうには思った。なんとなく。 えー、あのシステムのことを言ったりとか、攻撃的にっていうことを掲げてるってことは、どちらかというと、そういう思考の方で、ってことは、前も言ったかもしれないけど、対戦相手にしてみると、こう、なんていうかな、準備しやすいチームであることは間違いなくて、その準備されてきたことを上回っていかなきゃいけないっていうことだと思うんだよね。残念なことに広島の試合は、それを上回ることはもう全然なかったってことだね。逆に言うと、広島の良さを引き出すようなゲームをしてしまったっていうことだと思うんだけど。 そこのところが、もうちょっと時間がかかるっていうことなのかもしれないけど、じゃあその時間っていうのはどのぐらいなのかって話になってくるわけだよ。必ずそう言うと時間が必要だって言うんだけど、時間が多く与えられてるクラブと、そうじゃないクラブとっていうのは多分あると思って、裏の場合はそれをどのぐらい時間を与えてるのかわからないけど、どのぐらいの時間でそこを修正してくるのか。まあ、あの、前監督の時には、俺は2試合終わった後に、 すぐ素早くその手を打ってきて柔軟に対応したなっていうのには思ってるけど、そういう部分ではそういう部分が見れる監督さんなのか。で、さっき島崎言ったように、実は今の監督さん、北欧でしかやってないんだよな。だから、学ぶ学ぶって言ってるんだけど、日本のことをもうちょっと学んだ方がいいんじゃないかなって若干、俺は思っちゃったところがあって、その伝え方とか、海外での成功例っていうのを逆に言うと、その成功例が邪魔することもただこの世界ではあることだから、 そういう部分では、もしかすると監督さんが、もっともっと、こう、いろんなことに順応していくってことが、もしかしたら求められるのかもしれないな。やっぱ J リーグには J リーグの難しさもあるし、日本人には日本人の難しさもあるから、からそこの部分では北欧だけでやってたっていうのが、俺の中ではそこはどう出るかなっていう、いろんなところでやってたら、もうちょっと違う。やっぱり、まあ、北欧っていう言い方して、俺が北欧がぜ全部知らないけど、 やっぱデンマークとノルウェーだけだと思うんだよね。指揮を取ってプレイしてるのもね、多分ね。ってことは。スウェーデンですね。そうそう、スウェーデン。スウェーデン。スウェーデンが。はい。はい、だからまあ、そこ、そこだけでやってるから、どちらかというと近い、日本でいうと東アジアみたいな雰囲気になるのかもしれないけどさ、やっぱまあ、全く違う異文化だからさ、このアジアの、東アジアのところはね。うん、だからそこの部分でもしかすると少しそういうところの対応力、柔軟性っていうか、対応していくとか、 こう、部分っていうのが少しやっぱり必要なのかもしれないね。彼にしてみて、それはなんで俺がそんなこと言うかっていうと、そのフィンケさんの時にそういうことはすごく強く感じてるから、すごくね、いい監督だって言われてても、やっぱりいろんなことでの違いっていうことに直面していくもんなんだよ。だそうすると、伝え方が変わってくるから、向こうでの伝え方と、日本人に対しての伝え方って、結果を求めてるんだけど、向こうではそれは自分の思った結果が出るんだけど、 同じ伝え方しても違う結果になることもあるから、だからそこのところでは、少しその経験というところでは、向こうではあるかもしれないけど、異文化での経験というのが比較的少ない方なんで、プレイヤーとしてもね。多分ね。だから、そこのところがどう出るかなっていうことはちょっと見てみなきゃいけないなって感じはするね。 まあ、うんと、おそらく、まあ、広島の、えっ、ー、と、試合に話を戻すと、まあ、ハイプレスしてくることは、もちろん事前に予測していたでしょうし、えっ、ー、と、それをどう回避していくかの訓練もしていたんでしょうが、えー、それがうまくいかなかった、えー、まあ、一つの要因みたいのは、普段的には、やっぱり、局面の勝負で劣ってしまったということですかね、いや、わからないけど、うん、どういうふうにやりたかったのかわからないから、 戦い方がね、ええうん、局面で負けたからって局面で勝負をしようとしてたんだったら局面で負けたんだろうな。例えば、な,動きないから、ええ、ポジションについて動きがないから、はっきり言って広島としては自分たちのバランスを崩さずにしっかりとマークはつける。ええ、で、バランス崩さないから取った後にバランスよく攻撃できる。うん、なん要は、裏としてはポジションをやっぱり動かさずに自分のポジションを守りながらプレーしてるんで。 広島としてはマークがつきやすい、混乱は出ない、と、はい、いうことだと思うんだよね。うん、そうすると、結局後ろの選手がボールつなげない、長いボール入れる、長いボールは3バックでしっかりと抑えられる。えー、前線からマンツーまで来られてるからね。うん、前線は実はワントップに対して荒木が一人で見てるわけだからさ、はい、らそこのところでまあ勝てないっていうことはあるけど、うん、そこは広島としてはそういうやり方をずっと取ってきてるわけだから、うん、それ100も承知なわけで、 そこで勝てると踏んでたのかもしれないけど、ええ、そこが勝てなかったっていうことであれば、うん、その1対1の局面で勝てなかったですよねって話なんだけど、うんね、何を目的として戦ってたか分からないから、もしそうなんであれば、狙いがそうなんであればそこではあるけれども、うん、もそれで勝てないんであれば、じゃあ少し流動的に動かしていくっていう点もあったと思うけど、うん、全くそれはなかったかな。まあ、自分のポションから動かないで、 プレイしてるんで、はい、全部捕まってたね。いはい。だ福さんも解説でおっしゃってましたけど、広島はかなり果敢で、スリーバックがね、それぞれ一人ずつ見るような1対1状況だったんですけど、それでもね、その形で広島が、えー、優勢でしたよね、やっぱ守備でね、かなり。そこが計算違いだったんですかね、やっぱね、江グ保監督あ。いやいや、計算違いで、島崎にとって計算違いかもしれないけど、ね、そういう戦い方をしてきてるってことは理解してほしいんだよね。 だ広島はもう3年目なんだ、監督が。で、メンバーもほぼほぼ変わってないんだよな。ええ、はい。そんなのもう去年の戦い方を見れば、そうやってやってくるとか100も承知なわけで、そうやってくることは分かってたはずなんだよ。ええ、はい。それを前提に戦っていて、はい。だからそ、そこで、今言ったように、1対1のところで勝とうとしたんであれば、うん。もしそこで勝てなかったですよねっていう話なのか、そこで勝てないから、じゃあだめですよねって話なのか、うん。だったら違う、 策がないんですかって話になってくるよね。えー、あれだけ行き詰まって、やっぱりビルドアップのとこで、後ろが相当ノッキングしてるわけだな。当て所がなくてさ。うん、はい。正直なところ、アンカーのとこも全部抑えられて、中盤の3人も全部抑えられて、うん、足元で受けてどうにかするってことができない、ポジションを動かさないからね。うん。ポジションを動かせば全て解決するってことではなくて、えー、一つのアイデアとして、 やっぱり広島のバランスを崩すってことは非常に重要だと思うし、はい、そう部分で少し動きがあってもよかったのかなと思うけど、うんうん、全くその動きをつけようとはしないから<え>で、そうやってやってくることが前提の中で、ああいうふうになりました。1対1で局面で勝てないからダメだったですよね。はい、じゃあ、それじゃあもうおしまいじゃん。まあおしまいか、<laughs> あまあそういう,うじゃあ、じゃあどうするのって話になってくるわけじゃない。 まあそれがそうですよね。まあらどうするのが見れなかったってことですね、うん。流れからしたら、なんかキャンプからずっと見てる側からすると、多分一対一応勝負を前面に押し出して戦うんだろうなと思っていて、その通りの流れになったんだけど、広島との,その局面バトルに変わらなかったんだなっていうふうに僕も思っちゃいました。でもそれじゃあもうそこまで えー、いや、そこまでとか、<う>まあ、それこ、ね、それ以上の政治がいないとダメってことだよな。ええー、まあ、そういう、うん、そういう流れもいました。ただ、深、ま、く、あ、感じたのは、そのインサイドハーフがかなりこのチームは特殊で、前にポジションを取る、ええー、形なんですけど、えっ、ー、と、そこが、あの、辛抱できなかった。 ののは見え隠れしししたたような気がまこと前目を取るってことですね。前目のポジションを取り続けて、まあ言ってみれば、えっ、ー、とそういう意味では一対一というよりも、相手ストッパーにウィングだけじゃなくてインサイドハーフも寄っていくような形を狙っていった節はあったんですけど、えー、伊藤と小泉はそれがなかなか辛抱できなかったように見受けられました。訓練の中、なんかキャンプからの流れ見ていると。 えーまあ、それによってちょっとね、下がってしまったこと、下がってしまったことはもちろん工夫として多分おそらく次の策として考えたんでしょうが、そこで捕まってしまったりもして、流れ取り戻後半なええー、気しましたね。後半な、えー、前半はそれはなかったぞ。我慢してたぞ。はい。その時に動きはなかったぞ、全然。ええ、はい。はい、俺が見る限りでは。はい、えー。えー、我慢はしてたと思うよ。うん、はい。その今言った後半下がってきたって言い方するけど、はい、下がってきたら相手がついてくるんだから、 ええ、誰かが出ていけばいいわけだよな。うんうん、俺が言ってるのはそこの動きのことだな。ええ。だから、ね、そこの単体で、今のところで言うと、切り取り方が単体でしかないわけだよ。ああはいなしまさき言ったように、引いてくるのが悪いわけじゃなくて、引いてくるってことは相手がついてくる。ええ。そうしたら、センターバックとセンターバックの、センターバックとセンターワードの選手は1対1で、そこの周りは広大なスペースが実はできますって話だよね。はい、はい、でもそこを孤立して勝てませんって話になっちゃうと、 だったら、引いてきた小泉のところに、誰かが入っていけばいいでしょってこと。うん、要は、マンツーマンで疲れてるときっていうのは、縦のポジションチェンジっていうのは非常に有効なんだよ。はい。実は。だから今、引いてきます。引いてきたからダメです。っていう、そこのところだけ見れば、いや、引いてきたら相手もついてきちゃうから、それ狭くなるよねって話だけど、でも、コート全体見たときには、その引いてきたことによってできたスペースってないですかって話なんだよ。うん、で、マンツーマンの時は、 そこのアイデアがあってもいいんじゃないですかっていう話を俺はしてるんだよな。そこが見れなかったって話なんだよ。流動性が全然ないっていうのは、流動性っていうのは、要はそういうことだよね。誰かが作ったスペースを誰かが使うってことだよね。うん、だけど、ずっとそのポジションに立ってたら、マンツーマンで疲れてたら、それはなかなか我慢してても厳しいわな。長いボール入れても厳しいし、で、後ろは出しどころはなくて困ってますって話になったら、うん、それを受けようとするわな。 で、受けようとしたときに、ちょっと引いたときに、捕まって、インターセプトされて行ってしまうと。えー、だったら、思い切ってもっと引いて、誰かが出ていくとか、例えばサイドの選手が出てきたら、例えば坂井博樹が高い位置取って、あそこ起点にヘディングで起点を作るとか、えー、そういう流動性があってもよかったんじゃないかって話なんだけど、今、柴崎が言ったように、キャンプの時に1対1で勝ってるから、いや、1対1でやるんですと。全然そのやり方構わないんだけど、えー でも抑えられて動きがなくなっちゃいましたと。うん。いや、もうないですよ、手は。ってなっちゃったら。まあ、そうですね、うんそれは。それはどうなんですかっていう話だよね。うん。それは俺が言ってるように、相手がそういうやり方で取ってき、ま、裏はそやってやってきますって言ったときに、それを上回っていくものを出してき続けるっていう戦い方を、今シーズンはしていくっていうことを、監督さんはメッセージとして出してるわけだから、ええ。いや、初戦でそうなりましたと。 うん、いやもう、いや,やっぱり、コワ,ワードにもっとすごい選手がいないとだめだよねっていう解決策も一つだよ。ええ、ですね。うんだら,ら。うん、教えられちゃったら、いやもう策は何もないですよと。うん。子が強い選手がいないとだめなんですよ。っていうことだけなのか、そういうふうにしか見えなかったってことだよ。ええ、そうですね。こ、うん、こに策が全然ないから、はい、我慢できないとかだけじゃなくて、 それ、こと全体見たときには、もっと、その、何切り取り方がさ、局地的なところでしか切り取ってないから、それも一つだと思うよ。それはや、ええってる方はそうなんだけど、うん、でもそれじゃ動きがないんだから、うん、じゃあどうしたらいいんですかって言ったときに、うん、そういうことの考え方っていうのがあったのかって言ったら、それはちょっと見れなかったよね、うん、っていうのが正直なところってこと。うん、そこが残念だってこと。ええ なんか、僕はそっち側に感じたのは、個人勝負で勝されるともっと思ってたんじゃないかなって思ったんですけど、試合始まってみたら、かなり劣勢が雨が続いて、まあ、うんと、キャンプ通じてその個人勝負で勝ることを念頭に置いて訓練をしてきたものだから、えー、その引き出しを見せられずに、まあ、後半の70分過ぎまでずるずると行ってしまったんだなっていうふうに思いましたね。えー 見立てがちょっと甘かったのかもしれませんね。もしかしたらその個人勝負とかでね。<laughs> 誰、誰の見立てが監督のええー、もっとできると思ったんじゃないですよ。<laughs> J リーグ甘く見えねえからもしそうであれば。うん、ええー。それだけであれば。ええー。それだけしかないんだったら、それは問題だぞ、監督としては。うん正直なところ。ええー。じゃないと思わない、うん。うん。いや、ただ、それ,それが、そのそ。それが出なかったら、 いや何もありませんっていうにしか見えなかったんで、前半は。これを踏まえて、その、ベルディ戦をどう戦いにするのかなっていうのは、ちょっと注目点としておきたいなとは思いましたね。ですから、この試合、あるのいやー、見てみないと、だから、分かりませんよ、それは。うん、だから、だから俺言ったように、攻撃的とか、4-3-3とかっていうことを決めて、その形に当てはめてやってるから、 相手もはみやすいってことあるよね。えー、あれだって、例えば、ちょっと形を変えたりしてさ、例えば、アンカーじゃなくてね、二人にするとかね、いろんな考え方があるわけだよ、それは。はいうん、そういうふうにして、そういう選手を使うって言ってもあったと思うけど、かた、うん、くなにあれでやってる。まあ、シーズンの最初なんで、自分のやってたことっていうのを表現していくっていうのは、えー、の試合絶対あると思って、はい、そこを変えてしまうと、おいおいっていうことになるからね、うん、準備してきたことがね。えー、で新しい監督になったら、 全監督のことをある程度理解はしてるけど、違う色を出したいっていう思いは当然出てくるから、うんええ、で攻撃が足りないっていうことで、攻撃に色を出したいっていうことがあるのは、重々わかってるから、はい、そこを踏まえても、やっぱりそうにしたかったと思うけど、はい、でも、そこがあまりにもちょっと見えなかったんで、うんうん、あまりにも流動性がないから、ええ、あれで決められちゃったら本当にやれるのかなっていう。うん 広島は結構楽だったんじゃないかなっていう。うん、自分たちポジションずらさないから。はい。自分のポジションにいて、自分のマークが自分の前にいるからね。ええー。動かないから。はい。うん。で、浦和は正しい、全員の距離がみんな等しく正しいわけだよ。ってことは、守備も正しくいろんな、正しい距離にいられるわけだよな。その正しい距離を縮めたり広げたりするっていうのに、少し人が動くっていうことで、 距離感を変えていくってことで、相手の守備が動くってことがあるんだけど、相手の守備やっぱ動かないよな、あれだとな。ちょっと厳しいなって思ったんだよな。もしそれをやるんであれば、サイドにもっと強烈な選手を置かないと、やっぱ厳しいんだろうなっていうふうにはちょっと思ったけどね。ちょっと、えっと、いろいろまた皆さんからスーパーチャットいっぱいいただいてるので、ちょっとこれを踏まえて福さんにまたいろいろ えっと、答えていただきたいんですけど。えっ、ー、と、まずは、近藤無線さん。ええー、いつもありがとうございます。なんか皆さんおっしゃってるけど、いつも負けたときは、あの、アイコンは真っ赤になってるんですけど、今回は、えっ、ー、と、真っ赤になっておらず、これは無線さんが間違えたのかなもしかしたら。えっ、ー、と、いつもありがとうございます。で、次は美咲さんですね。スコルジャーさんは日本サッカーのみならず、日本人や日本社会を理解しようと努め、柔軟にやり方を変えて結果を出しましたが、江雲監督がこの日本という環境にどうアダプトしていくのか、非常に興味深いです。自分のやり方を貫くのか、 まあそれともある程度合わせていくのか、ワクワクしながら今シーズンを楽しみたいと思いますことで、まあ、福さんもちょっとおっしゃってましたよね、これ。あのー、こ,うこういう部分で、福さんも、えーと、福さん自身のご経験からね、まあ、ちょっとい、い、う、つ、ん、末の不安があるように感じましたやっぱりこれは。うん、んまあ、俺、ちょっとさ、それでさ、江雲、えー、さんのちょっとウィキペディア見たときに、えーはい、やっぱりその北欧でしかやってないから。えー そこのところがちょっとなって、ちょっと心配はした、うん、少し。なるほど。それと戦い方が、えーうん、その形をすごく大切にしてるから、はい、まあどっちかって言ったらそういう監督さんなんだなっていうふうん、風にちょっと思ったから、よりやっぱり、スコルシャさんのがすごく柔軟だったように、俺には映るな。うんうん、まあ、初戦見た時には、昨シーズンもそういう風にはスコルシャさんのことは言ってなかったけど、はい、まあその後非常に柔軟性を見せてくれたから、うん えー、思ったけど、ちょっとここまでのとこだと、発信の仕方が、学びでしょっていうようなことを前面にこう出してくるから、うん、言ってることは悪くないし、俺も嫌いではないんだよ、その考え方はね。はい、ただ今の、今の裏ワにかなっていうふうにちょっと思ったところがちょっと心配だなって俺は思ってたけどね。うん まあね、あのスコルジャ監督もね、2試合目までは、まあ、ちょっと自分のサッカーを貫くような意識が見られて、3試合目からがらっと変えてきましたね。<laughs> ちょっとだから、そのあたり、ね。だから、スコルジャーさんがやってる時と、エグモさんがやってる時は、<え>今が違うってことは理解してほしいんだよ。うんうん、昨シーズン、スコルジャーさんってなんとなくやれたよねと。はい、守備のところが良かったよねと。うん、でも、優勝はちょっと遠かったけれども、はい、これで去年をベースに見てる人たちがだたぞ。 去年からつなぎな、つな、えー、がってんだよな。はい、でも、英語さんにしてみたら、それつながってない。うん、逆に言うと、スコルジャさんのことを否定はしないけど、全コンの,のことは、どちらかというと、やっぱり、こう変えたい、自分の色を出したいっていうことは普通に思うことだし、はい。そして、得点力がなくて、去年はうまくいかなかったってことを考えると、やっぱ点を取らなきゃいけないっていうことを期待されて連れてこられてるから、えー、すごくそこに対しての、こう、 とらわれてしまうような感じが俺に若干するんで、うん、そこはすごく嫌なんだよな。んなうん、だからすごく難しいだろうなって思うんだよな、江雲 <laughs> さんの仕事が。うん はい、ちょっと次行ってみましょう。えー、次は、かまたまさんですかね。ビルドアップにこだわらなくてもいいのではないでしょうか。昔の鈴木山田信久さんのスパンのような。いや、うん、そう。でもビルドアップこだわってるようにも僕は見えなかったですよ。前に蹴ったけど、一対一勝負で勝されなかったっていうのがまず。いやいやいや、<laughs> お前、アンカーで勝ててたら、お前、みんなサッカー楽だでお前。そんなに J リーグ甘く見ないでくれって話だぞ。<laughs> 特に広島のスリーバック甘く見ないほうがいいぞ、お前。うん。いや、めっちゃ甘く見てないですよ、それは。<laughs> いや J リーグでも J リーグも、あんな長いボールでどうにか収まると思ったら大きな間違いだよ。<laughs> それは。だから、これの言ってるのは、続きから山田信久っていうのは、えー、去年から言ってるけど、それは右サイドの酒井宏樹が起点になるよね、ビルドアップの時は。こ、はい、の間の試合後半の1回だけだよ。酒井宏樹が上がってって、うん、長いボールに対してヘディングで競って、そこを起点に作ったの。えー、長いボール入れるのは構わないけど、うん、そういう変化とか、 選手の良さっていうものを出せたらいいんだけど、はい、どうも、非常に形にこだわってるというのは、そこのことを言ってんの、俺は。うん、いる選手の良さを引き出すっていうことではなくて、その形にためてやってるような感じが今のところまだするから、うん、そこで選手の良さっていうのが全然出ない,い,い感じがする。ええ、じゃあ、伊藤があそこでいいのかって話も出てくるわけだよ。うん、やっぱ前にスペースがあって出ていくのはうまいけど、 前であそこで狭いところで受けて何かするっていうのは、背負ったりしなきゃいけないから、はい。全然スタートポジションが変わってくるんでね、高々なんだけど、うん。プレーが変わってくるから、ねそこも含めて、なんか、ちょっと自分の形にこう、はめてる感じがするから、うん、まだね。うん。それがちょっと選手にしてみると窮屈だったかな。うん、こんなの全然、だって去年から酒井宏樹がずっと起点になってるし、その前からずっと酒井宏樹があそこは起点になってるから、はい このビルドアップ。要はビルドアップをしながら、前にこうさっそいて、うまく繋がれないときの逃げ道としてそこを持っておくって。これはそういうことなんだよね。実は。これが一つの形ではなくて、勘違いしちゃいけないのは、逃げ道としてここがあるってことなんだよな。はい。逃げ道を作っとかなきゃいけないんだけど、この間に関してはビルドアップに逃げ道がないんだよな。停滞しちゃってるから。そこはあっていいのかな。そこは実は強みなんだけど、はい。 このアイデアはちょっと見れなかったなーって、そこを良さなのになって、この間一緒にいっぱいだけだな。うん、後半の終わりの方に。うん、そうったのは。 えっと、ちょっと、じゃあ次行ってみましょう。次は、ジュニアさんですね。えっ、ー、と、昨日の東京ベルディとマリノスの試合を完成しました。途中まではベルディがジャイ切りするんじゃないかと思うくらいいい試合でした。えー、昇格組だからといって油断しちゃいけないなと改めて感じましたと。レッツは開幕戦は負けてしまいましたが、ホーム開幕戦に期待しましょう。そして、エンド渡るおめでとうということで、エンド渡るリバプールは、えっ、ー、と、カラバーカップで、チェルシーに、えー、延長の末勝利して、えー、1巻目取りましたけども、まあ、 ベルディの試合も、これ、福山も見,見たそうですね、ベルディとマリうん。こちらはどういう印象でしたもうベルディは、あのジョーフクさんが去年からやってるような守備のところの統一感っていうのは、はい、メンバーがかってもやることは一緒。非、うんはい、常にハイラインでやってくる、ラインは下げないっていうやり方をしてくるんだよね。うんはい、そこはドラ強く戦えてて、そこで、うんまあ、スペースを狭くして、やっぱり F ・マリノスの。 まあ攻撃的な良さっていうのは十分消してった。これはもう70分ぐらいまでは十分うまくいってたんじゃないかな。はい、うん。前からやっぱり選手層の違いっていうのが出たと思うよ。ああ、途中で書いてきたそやっぱり。それは J1 と J2 の違いだと思う。あれだったら、うん、もしベルディが去年の J2 だったら、あのまま逃げ切ってたと思うけど、うん、やっぱり途中から出てくる選手の質のっていうのはだいぶ変わりな場合は、選手層もあるから、はい、そこでやっぱ差をつけられたかなっていう感じはするのと、うん、やっぱり 監督が変わって、F ・マリノスがちょっと気になるのは、ええ、F ・マリノスが良かった時っていうのは、実はすごく、こ、まあ、言葉で言うとアタッキングフットボールなんて言葉をよく使われてたんだけど、はい、非常に選手たちがボール持ってる選手をどんどん追い越していって、うん、どんどん攻撃的にいくっていうやり方を取ってったと。で、データ的に言うと、はい、一番走るし、一番スプリントの多いチームだったんだよ。ええ、でなおかつ、ボール保持も高かったっていうチームなんだよ。うん それはね、要はボールを持つために彼らは走るっていうことが前提にあったんだよ。はい、昨日の前半見たときに、うん、圧倒的に走ってないんだよ、F ・マリノス。ああ、マイナスのが。はい、うん。ルディが圧倒的に走ってんだよ。なるほど。だから、監督が変わって、ちょっとそのやり方が変わってきてしまったんで、うん、F ・マリノスが果たしてどうなるかなって俺は思ってる。今シーズンに関して言うとね。 結構そこのところはベースに実はあったんだよね。うん、よく走るチームなんだよ。ベースでよくボールを保持するっていうチームだったんだけど、うんはい、実は全くそのデータではなかったし、うん、ただゲーム決めたのは途中から出てきた選手と、さっきの浦和の話じゃないけど、まあ、木田を1アンカーにして433でやってたけど、そこがうまくはまらなかった、えー、ってことで、そこを、まあ、いわゆる、まあ、2人にして、1人にして、 逆三角形を普通の三角形に戻して、そこで少しボールを前に進めるようにしたっていうことあるよね。そういう形を変える柔軟性っていうのは見せてくれたとは思うけど、うん、最終的にはそこの差が出たのかなっていうのは思うけどね。うん、相当ベルディーはやる。去年までやってきたことの、もともと繋ぐのはうまい選手チームなんだよ。はい。でも勝負と、勝負弱さっていうのがずっとあって、それがベルディーのずっと弱点だったんだけど、ジョークになって、守備のところを徹底してやった。ねねうん 特にハイラインにして、ラインを高くしてコンパクトにするっていうやり方を徹底したっていうのが、うん、前マリノスを相当最後まで苦しめたなっていう戦いだったんですょね、うんうん。まあね、両サイドバックも非常に頑張って、マリノスのね、えー、とストロング的なポジションのね、うん、エウベルとかね、かなり、うん、後半途中まで抑え込んでましたしね、<laughs> 非常に要はいつもこの話になるとあれなんだけど、ヨーロッパってラインを下げないって昔もよく言ったけど、 日本人はすぐラインを下げてしまうんだけど、ジョークさんはそこのところしっかりとこう学んでいって、そこをしっかり取り入れてて、ね、ラインをまず下げない、なまず上げる、怖がらない、非常に勇気のいることなんだけど、ね、そのトレーニンドを徹底してやってきてるってことが、ね、去年を通してずっとやってきて、今年もそのやり方をやってるっていうことは、まあ、あの山りの視線ではかなりやっていけるっていうことを自信を持ってたと思うし、うん あのやり方をやっていくっていうことはどのチームも分かってるんで、今度はどうやって裏をついていくかってことになってくるけど、うん、それは j 衛もずっとやってたことだから、はい、そこのところはやっぱり、相当そんな簡単なチームではないと思う浦、うん、裏もね、えー、となんか日雲監督以下、コーチングスタッフも、えー、国立を訪れて、実際に試合を見たらしいので、まあえー、時間がね、ちょっと今回あるので、えーと、いろいろ対策を立てて望むんだと。 こちらね、だから、ヴェルディに関して言うと、まあ、直接見に来てたってことあるし、まあ、生で見るってことは非常に重要なことだけど、えーはい、去年、ごっそり J2 の試合があるからね。ああ、去年のゲームはね。監督が変わってないから、えーはい、メンバーは変わっても。うん、はいってことで、やり方が変わってないから、えー、基本的には皆さん、例えば島崎もそうかもしれないけど、ヴェルディを見るのが初めてなわけだよ、ジョークさんがやってるヴェルディを。でもそれは J2 でずっとやってきて、そのやり方で上がってきてるチームだから。 ええ、町田にしてもね、メンバーが変わって、うん、はい。やり方は基本的には変わってないから、うん、そこはもう別に直接見ても、まあ、あやっぱこうだよねっていうことなんだとは思うけどね。うん、ええええ じゃあ次行ってみましょう。えー、ライドウさんですね。えー、福田さんに質問させていただきます。選手としてリーグ初戦で勝利するというのは通常の試合と違って難しいものなのでしょうか浦和ってあのー、リーグ初戦の勝率が異常に低いらしいんですよ。その、歴史的にも。<laughs> えっと、あんまり勝ったことないらしくて。<laughs> 難しい。まあ、難しい。まあ、勝ってるチームもあるんでね、その、すべてが難しいとはちょっと論じられないんですけど、どうなんですかね、これ福田さん。 どうなのかね。いわゆるそのチームとしていろいろな考え方があるし、今シーズンに関して言うと、裏に関して言ったら、昨シーズンの疲れがあるんで、このシーズンの最初にコンディションをベストに持ってくるってことは非常に危険なことなんで、こういう今年だけ単体で開幕戦だけっていう切り取り方をするのは非常に危険で、例えば ACL があるチームとか、 またそれは条件が変わってきたりもするから、はいえー、これはあまり、その、なんていうのかな、どのチームもとか、毎年とか、今言ったようにデータがとかっていうのは、あまりその、同じ条件でやってないっていことは前提に置かなきゃいけないと思うんだよな、うんで。難しいか難しくないかって言ったら、どの試合も難しいってことだな。うん、たまたま結果的にそうだっていうこと。うん、ACL やったりとか、昨シーズンの流れとか、例えば、 その今ゼロックスって言わないのか、ゼロックスか、ゼロックスの,このフジフィルムカップかに出たりすると、コンディションの作り方が変わってきたりするから、な、えー、そこの部分で開幕戦ということの捉え方が公式戦、初戦じゃないこともあるから、うん、ここはシーズンによってなかなかむ難しいじゃない、いろいろ違うことがあると思うよ。うんうん まあ、あと、アウェイゲーム結構裏は多い印象ありますね。あの、初戦がね。まあ、どうしてかというと、ホーム、最終戦をホームにすることが多いからなのかもしれませんけど、<laughs> えっと、まあ、そのあたりの事情ももしかしたらあるのかもしれませんね。 次行ってみましょう。次は、菅谷さんですかね。菅谷陽樹さん。優勝という言葉が一人歩きしていますね。裏、福田さんも以前、過去に一度しか優勝してないチームなのに <laughs> ということで。まあ、それでも今季はね、その、天皇杯に出場できないこともあって、ACL もないということで、えっ、ー、と、大会限られてることもあって、まあ、リーグ戦にかなり焦点を置いていることは、普段間違いないんですよね。これね。まあ、だから、<laughs> <laughs> うん。だから、ね、俺が言ってるのは、 難しいクラブだよねってことを言ってるの。うん、一度しか優勝してないのに、なんで優勝、優勝っていうことを義務付けられてるみたいなの選手が言ったりすることがあるんだよ。ああ。優勝が義務付けられてるみたいなこと言ってるんだけど、いやいや歴史、歴史をもうちょっと勉強してくれよと、選手も。うん、ええー。一度しか優勝してないんですよと。いやー、それ言うのは、他の何度も優勝してるクラブに失礼じゃないですかって俺は思うの。うん、ええー。 だけど、そういうものを求められてしまってるクラブだっていうことの難しさがあるってこと。うん。だ非常に難しいよねっていうこと。だからといって優勝しなくていいのかって言うと、いや、それはもう優勝しなきゃダメでしょ。<laughs> そういうクラブでしょう。そこを目指さないで、どこのクラブが、いつもよくサッカー専用で6万あって、えー、いつも観客動員が1番で、っていう、だから我々の業界で言うんだけど、 ビッグクラブと言わずに、人気ナンバーワンって言い方するんだよ、うん、わ,ざわざとええー。<laughs> それは優勝1回しかしてないからだよ。うん。<laughs> だから、人気が一番あるチームって言い方するようにしてるんだよ。ちょっと、ちょっとふさまってもらいますちょっとドイツ語が入ってるってわちょっとね、今、周りが。<laughs> はい、失礼しました。え、さすいません。ええ。 はいはい。周りが、うん、はいはい。<laughs> だから、俺たちの中でも、だから難しいなって思うんだよ。なんか、優勝しなきゃいけないって言われてるのに、えー、実は優勝なんか1回しかしていくことないのに、31シーズンで。はい。なのに、優勝、優勝、優勝しないとなんでだって言われるっていうことが非常に難しいなって思う。うん。ってことは、時間が与えられてないってことでしょええー、え。なかチームを作っていくことの難しさっていうことがあるから、はい。 だあそこはいつも言って、だから3年計画で優勝しますってことを言ってしまわなきゃいけなくなっちゃってるところもあるし、クラブも優勝ってことを言わなきゃいけないんだけど、はいだ。でも、はい、まあ今年に関して言うと、お金使ったな、これ優勝だってことは、なんとなく、ああ、優勝狙ってるなってことは、なんとなく感じ取れるけどさ、今まで優勝だって言っても、ね、おいおい、これで優勝っていうのはちょっと失礼じゃねえのって、他のクラブにって思えよなこともあるけど、うん、そう言わざるを得ないっていうこともあるしさ、はいうん うんうん、難しいクラブだなって思う、いつも。うんうん はい、次行ってみましょう。えっ、ー、と、小じ小じさんですね。えー、前半20分ぐらいまでは裏のペースでしたが、広島側が慣れ始めて中盤からほぼ相手のペースでしたね。福田さんがおっしゃるように、あの戦術なら1対1の局面で勝っていかないと厳しいですよね。結局選手のクオリティでも負けていた気がしてしまいます。まあ前半20分ぐらいまでど,どうだったんですかあの、結構広島がずっとペースを握ってた印象もあ。いや、まあまあまあ、最初にチャンスがありましたってことを言って、えー、ああ、なるほど。うん、その、徹底的なチャンスあったよ。ええー。まああ だからといって裏のペースだったかっていうと、どちらのペースでもなかった時間なのかもしれない。なで、徐々に広島のペースになっていったっていう、そこ、えー、からずっと70分間までは。うん、だからまあ、広島の監督さんが言う70分は我々のゲームだと、うん、あとの20分は浦和がペースを握っていたっていうのは正しい表現だと思う。うん、前半20分ぐらいまで裏のペースだったかっていうのは、まあ見方によってはそういうふうに見える人もいるかもしれないけど、えー、我々の業界的に言うと、70分、20分っていう見方かな。 うん、なるほど、うん。まあまあ、俺は分かんないけど、島崎が合宿でそう見てるかわかんないけど、えー、選手のクオリティでそこまで差がつけられるだけの選手が本当にそこまでいるかっていうと、うん、他のチームと比べて、そこまでいますかって J リーグの場合になっちゃうんだよな。バルセロナとか、それレアルマドリードとか、バヘルンとか,とかってだったらわかるよ。圧倒的に資金力に差があってさ、 そこで差がつけられるんだったらわかるけど、えー、そこまで差がつけられないから、うん、じゃあ、どこで差をつけるのって言ったら、そこと、もう一つ何かの戦い方でっていう風にしていかないと、やっぱり違いを出すのは難しいかな、J リーグの場合は。そこも含めて、J リーグとか日本のリーグってことを理解していく必要はあるかなって、俺は感じてるってこと。うん,う,んうん。監督さんも含めてね。うん。なるほど。 はい。ちょっとじゃあ次行ってみましょう。えー、っと、福さんいつもありがとうございます。関根先発出場しましたが、えー、関根はどうでしたかちょっとあの、意外な起用だったようにも感じられたんですけどね。あのー、前田が右で先発するんじゃないかなっていう予測もあって。で、松尾を左に置くのが、まあ、キャンプからずっと続けていたので、えー、っと、ね、先発で関根が左、松尾が右だったんですよね。福,あの福さんと思いましたこれ。 わかんない監督がどうしてそういう,ふうに選択したのか、俺には全く言うない、えー、前田なんか良か良っい、ね。俺はもうそもそもあのサッカーで、はい、もしあのサッカーをずっとやっていくんであれば、関根のウィングはないと思ってるから、俺は。えー、それは彼の良さが出ないと思う。うううんふんふん あそこで1対1の局面で、相当いい形で振られて仕掛けるならいいけど、うんね、なかなかそういうプレイが得意な感じでは俺にはちょっと映ってないんで、うん、もっと流動的にやることが彼の良さだと思うけど、はい、こっちを動かさずにやるっていうことに関してちょっと厳しいかなと思ってるから、うん、どうしてああいうメンバーで臨んだのかちょっとわからないなうんうん、うん、まあう,うん まあそのね、その広島戦前の週の練習ではそういう形も試したということなので、まあそれを踏まえて決めたんでしょうが、ちょっとね、えー、っと、うまくいかなかった要因かもしれませんね。何あれはあれかね、浦和の出身の人を多く使いたかったのかね。ああ。<laughs> まあ俺にはこう映ったんだよな。あの育成の選手を使ったみたいなふうに、俺にはちょっと映ったんだよな。うん、なるほど。 はい、次行ってみましょう。えっ、ー、と、ノブさん、えー、ありがとうございます。これ28番、ショルツですねあ。新しいユニフォームだな。この今年のユニフォームですね。はい、ショルツ頑張ってたんですが、結構福さん、ショルツ、ホイブラって、ヤオムテになるシーンも多かったですね。裏返される形で。いや、もうビルドアップも含めてだけど、えーうん、相当苦労したんじゃないの後ろの3人は。ええうん。えーうん、いや相当苦労したと思うよ。うん、もう、相当動かされてたからね。 はい。運、うん、動的に動かれて捕まえられないから、うん、どんどん連れてきて、引っ張り出さ、外に引っ張り出され、ね<え>ま去年までの安定感というのはちょっと見る限りなかったね。うん、<laughs> 思うな。あと、持ち運んでのなんかビルドアップとか、なんかそういうダイナミックさがないから、うん、なんか自分のポジションをキープしながらやんなきゃいけないんで、<え>なんか非常に窮屈な感じにはちょっとなったかな。うんうん、彼らの良さがちょっと。 去年まで見てた彼らの良さがなかったなっていう。うん、あの中でどうやって良さを出していくのかなっていう感じはちょっと若干してるけど。うん。まあ守備面でもちょっといろいろ課題が見えたゲームになったと思いますね。<あ>守備と攻撃ってわけじゃいけないんじゃないのうん。全体的に流れが悪いから守備にも負担が来たな。ええー。 次行ってみましょう。えっ、ー、と、高さんですね。選手たちがポジションを動かさないという基本戦術にとらわれすぎて応用力、応用力がなかったように思えます。エグモさんが過去に指揮を取ったチームでも、広島と同様の対策をしてきた間チームはあったはずで、応用的解決策は分かっているのではないかと思います。でも、選手たちがそれを実行する意見には達していない気がしますと。なるほどね。うーん。まあ、基本戦術にらわれすぎるっていうのは、まあ、福さんでも初戦にありがちですよね。特に監督さんが変わったゲームで。 そうな。だからそこも含めて、江雲、はい、さんが日本人ってことを理解しなきゃいけないのと、えー、俺言うと日本人がもっとそんなのって言い方するんだけど、俺はやっぱり日本でやってる以上は指導者がやっぱりそっちに対応していった方がいいと思う。それはなん,て、うん、なんでそんなこと言うかっていうと、うん、フィンキさんが自分、な俺が言ってるのは、なんかサッカー教えてやるみたいな感じに取れてるのが嫌なんだよ。学びだろうみたいな。えー なんかそういうふうな感じ、だか上から俺教えてやってるみたいに、そういう,そう,いう人ではないと思うんだけど、やっぱりなんか、そういうふうに見えちゃうんだよな、俺にはな。<laughs> うん、いやそれはやっぱり非常に危険だなって思ってて、日本の選手たち、学ぶことに関しては、こんなに勤勉な民族ないからね。<laughs> そうですね電車バスが1分1秒ずれない国なんてないんだから、<laughs> こんな勤勉な国はなくて。<laughs> うん 学ぶことに関してはすごくよくて逆なんだよな。日本人に足りないものは。そっちをもっとこう伝えてくれればいいのになと思うんだけど日本人に持ってるものを言われてもなって若干ちょっと思っちゃっててさ <laughs> 要はここに書いてあることがないんだよ。こ <laughs>、えー、<laughs> っちをどうやって伝えていくかの作業が非常に重要なんだけどもしかするとまあよく言うんだけどヨーロッパとか向こうは個人主義だったりいろんなことがあって。はい うん、要は、何も言わないと、好きかってやっちゃうから、うん、こう、ふるって型に、こう、抑え込まなきゃいけない。だから、やっちゃいけないことを徹底して言うっていうようなやり方を結構するわけだよ。ってことは、形にはめていくわけだよ。で、そうすると、彼らが言う、規律っていうことをすごく言うんだよな。<laughs> で、それをしないと、統率が取れないからなんだけど、ええええ、日本の人たち、それ言ってしまうと、動けなくなっちゃうんだよな。うん。 だから、そこのことも含めて、俺は言ってんだけど、日本のことをもう少し理解、ご理解した方が、それにはちょっと時間がかかるかもしれないんだよね。俺の経験上、それがどのぐらいかかるかっていうのは、本当に難しくて、最後の最後のメンタリティとかは最後までわからないから、えー、本当にね、それ <laughs> は、文化が違うから。ここも含めて、ここのところは、監督さんも選手も歩み寄っていかなきゃいけないところ。 いつもこういうことあるとこうですよねって話で終わってしまうといけなくて、それが分かっててチームは連れてきてるわけだから。はい。<laughs> じゃあ、最初から勝てなくていいのかって話になるわけじゃない。うん、去年だって開幕の2試合違う結果だったらもっと違う結果になってたかもしれないよね。うん、っていう話じゃない要はさ、そこの2試合だけ切り取って何か話しちゃいけないけどさ、だから最初だからしょうがないよね。しょうがないよねの文化を変えてってもらい。 対監督を連れてきてもらいたいんだよ。<laughs> それは何かって言ってる鹿島でジーコさんが、しょうがないはないっていうことを言ったんだよ。日本人はすぐしょうがないって言うんだよ。しょうがないは、文化ではダメなんだっていうことを教えてくれないと、なんか、そこなんだよなーっていつも俺は思いながらいるんだけど、なんか見る形も、やっぱしょうがない。島崎も、いや、最初だから、しょうがないとは言わないけど、 言ってないですけど、ね、<laughs> 言ってないですけど、<laughs> 若干あるんだよ。しょうがないはやっぱな、しょうがないはないんだよなってしていかないと、これ本当に優勝ってことを考えたときには、そこをやっぱ突き詰めていかなきゃいけないところなんだよなっていつも思うんだけど、まあそのねその平野さんの学びについてもまたちょっとわかわかります、ね、そのえっと。 そういう意図ではない子のことも考えられますし、まだこれも本当あの、次の試合以降見守っていきたいなというのが僕の考えで、もっと言うと、フィンケさんとエグボさんでは僕的には全く印象は異なる、異なるというか、やっぱりヨーロッパの方でもね、違う、えー、性格の方もたくさんいるので、ちょっとこれからちょっといろいろ確かめていきたいなというのは僕の思いですけど。だから俺っていうのは、<laughs> フィンケさんを主に出してるけど、えー、多くの監督さんと仕事してきてるから、えー、海外のね。 やっぱりこの傾向はあるんだよな。はい、そこにどれだけやっぱり日本人のことを理解できるか、はい、日本のことをどれだけ熟知できるかということは非常に重要なことだと俺は思ってるんだけど、はい、そこのところがどれだけエグモさんにあるのかっていうところは今後見ていかなきゃいけないけど、あの試合だけ見る限りだと、えー、もうちょっと理解を深めていかないと厳しいだろうなっていう,うに思った試合だってことはね、<laughs> そのぐらい変化がないし。 はっきり言って期待外れなゲームだったってことは言えるんじゃないえっと、次行ってみましょう。えー、辰野さんです。昨日のベルディ・マリノスの試合、コンディション不良のためか、ジョークさんが構築したソリッドなブロックと力強いカウンターを前に、マリノスのギアがなかなか上がらず、ハンドによる PK と理不尽ゴールで勝手に見受けられました。浦和も次、次戦、この力で殴れないと苦戦するのかなと思ったのですが、クさんはどう思われますかということで、まあ、ACL を踏まえてマリノス。 戦ったんですけど、えっとまあ、その影響あったのかちょっと分かりませんが、えー、で,でもね、ベルディもやっぱりいい戦いをしてたってことですよね、だから、なんでもいいけど、ベルディは去年からずっとやってる、そ,のそれこそジョークさんは、えー、1年半監督やってるわけだよ。ね、で去年、そういう形で、まあ、結果を残して、ベルディに一番足りないものを、その守備的なこと,ところをしっかりと統率して、 もともと下から上がってきた子は非常に能力の高い子が多いから、はい、俺を繋ぐ能力が高いんだよ。うん、だからそういうものをうまく融合させながら、しっかりとゲームをしていくっていうやり方を取ってた。それをエグマリノス戦に関してもしっかりと最初からやり通し、えー、た。うん、で、ここに言ってるようにエグマリノスにしてみたら、いろいろコンディション不良とかいろんな条件はあるよ。はい。でも、そんなのはやっぱり理由としては考えればあることかもしれないけど、うん、それを上回るだけの やっぱり戦い方をしっかりとジョークさんがやってきた。だから苦戦したっていうことだと思うよ。うん。なるほど。ある意味、相当、まあ、ここでどれだけやれるのか俺にはわからないけど、本当にそういうやり方をずっとやっていくのはわかんないけど、うん、広島であの戦い方をしてきて、広島とはちょっと違う戦い方をジョークさんはしてくるだろうから、うん、その中でどちらか、どちらにしても守備のところは相当盗撮が垂れてるんで、はい。そこのところを どうやって、こう、崩していくかっていうのは一つ大きなテーマだと思うけど、うん、もう少し人と関わっていってもいいのかなっていう気は、俺はするけどね。特に右サイドの坂井博樹のところは、前田が出てきてからだもんね。前と関われるようになったのは。ね、あと岩尾がインサイドに入ったそうね。だから、あそこのところ。ねうん、だけど、はい、あれも途中から出てきたから、ああなったのかもしれないんで、先発で出てきたらどうなってたかちょっとわからないところもあるわけだよ。 だあれ見ると、やっぱ先発で出た選手よりも途中から出て選手の方がいいよねって話になるんだけど、そういうふうには見えるけど、実際のところ先発で出てる、み見ると、実はうまくいかないってこともあるから、うん、必ずしもあの、あの戦い方が全てではないけれども、変えたからってどうにかなるっていう、そんな簡単な問題ではちょっとないかも。それだけの問題ではないかもしれない。それも一つの問題だけど、それで解決できるんだったらいいけど、うん そんなに簡単なリーグではないかなって俺は思ってるけどな。はい、次じゃあ行ってみましょう。えー、次は003ですかね。関根にハイボールが全てを物語っていうパススピード弱いのが本当に気になりますと。うん、なるほど。ハイボール。ああ、まあ、特に前半の戦いですかね。あの、前に、えー、蹴り込む形で <laughs>、えー、え受けるような。だから、あれだったら坂井陽樹が上がっていった方が、うんえー、俺は全然そこで起点作ってもいいのかなと思ったの。うん ただ、ポジションを嫌がるよね、変えることをね。はい、と思う感じがしてた。うん。そうすると、やっぱり前線に、高さのない選手のところに、長いボール入れて、それは、スリーセンターバック強いからね、広島ね。はいはい、もうちょっと、分がないな、うん、っていう気はして、うん、それを嫌がってつなごうとした後半だよね。うん。うん、ただ、流動性がないから、あの、真ん中の選手だけが引いてきて、できたスペースうまく使えなくて、そこで捕まるっていうパターンだったよね。うん。 そうすると、引いてくるから悪いって話になるんだけど、いや、引いてくるのが悪いんじゃなくて、引いてくるのは一つだけど、引いてきたらできたスペースがあるよねっていう、そこを使えなかったっていうことが問題なんじゃないのっていう見方もあるし、いや、引くなって言われてるからって言っても、いや、前半みたいなそうじゃ長いブケって責任がせって、また前に進めなくていいんですかって話になっちゃったら、それは嫌だよね。さあ、そこは難しいんじゃないかな。うんうんうん はい。次じゃあ次行ってみましょう。えー、次は板橋レッツさん。上から見ていて、セットプレイの時、高さがこちらに部があるのにも関わらず、全く守備陣も攻撃陣も相手に勝てないのが気になりました。頼みのショルツとマリウスの空中戦に全く勝てませんでした。えー、ポジショニングの問題なんでしょうか守備の時の数的優位が全く作れないのが気になりました。あ、これじゃあ板橋さんはあれかな、えー、試合見に行かれたのかなえー、これどう感じました福子さんは。セットプレイでも、攻撃ではなんか何本か、 チャンス生んでましたね。まあ、広ロシノ強いんだよ。はい。あ高さん、身長だけのことを言うと、スリーセンターバックはつ実は強いから、うん、そこまで実は差,差は実はなかったのかもしれないけど、えー、高い選手が裏は多いから、はい、もう少しできたんじゃねえかっていうところなんだけど、うん、ここも含めて、はっきり言って期待外れだったの、うん、俺の中の一つだな。うんうんうん。うんうんうん、あの、だあんまり好きではないんじゃねえかなって思うんだよな。どうなの 監督さん。好きじゃないっていうのは、攻撃的な思考の人ってさ、あんまりセットプレイ好まないじゃん。いや、わかんない。それはわからないですね。セットプレイはも結構であの、前のチームでは決まってましたよ。決まってたっていうか、重要視しないってこと。そこまで。そこまで時間かけてやっていかないってこと。これ言っての。すごい、その守備的なチームってここで活路を見出したいから、ものすごくいろんなアイディアとか、 うん、いろんなことをこう注入してここで点を取ってっていう思いがあるんだけどどちらかというとそういう監督さんではないような俺は気はしてるんであまりそこまでは何て言うのかなストロングポイントにはならないのかなストロングポイントにしていいんだけどストロングポイントとしてやっていこうとはせずにもっと違うとこでゲームをやっていきたいっていう考え方の 人のような気は俺はする。うーん。あの、一応グスタフソンは非常に優れたキッカーって言われていて、えっ、ー、と、昨年までいたチームでもキッカー任されて、そこからセットプレイでのゴールも多かった印象があったので、まあ、これもね、どうなっていくまあ、もっと言うと守備はどうなるか、また違う話なんでね、あの、守備面のセットプレイの問題ももちろんあるでしょうから、これもちょっと観察していかないといけないかもしれないですね。 はい、次行ってみましょう。えー、デストッチさんですね。イヤオトグスタッフさんを同時に使うやり方ありますかイヤオ選手が出てから流れが良かったと思う。まあ、だから、これも、だから、イヤオの場合、今の場合はインサイドハーフでありましたけど、ね、福田さんがね、おっしゃるとり、あそこを2枚にするって手もあるんじゃないかっていうのが福田さんの意見でもありますよね、これね。まあ、2枚、2枚にするっていうか、まあ、いろいろなやり方があるってこと。うん、そういう柔軟性を見せても良かったかなっていう、うんはい、ゲームなんじゃないかなと思うけど、<え>まあ、シーサーの入り、 やってきたことをいきなり変えるっていうことの難しさっていうのもあるから、はい、今後見ていかなきゃいけないけど、えー、なんかまあ、その、就任した時に433でやりますみたいな、はい、結構大きな声で言っちゃってるから、えー、そこが気になるってこと、俺は。うんうん、そこは柔軟性持っていいんじゃねえかなっていう、それは形とか戦い方は相手がいるから、相手をリスペクトした時には、それは変えるっていうことは相手をリスペクトすることになるからね。 しすぎるんじゃなくて。え、うん、ええ。ええうん、なんか自分たちのやり方を推し進めることっていうのは、対戦相手がいる、こういうサッカーにおいては、もう少しちょっとやり方を変えてもいいかな。圧倒的な戦力がいるんであればいいけど、そうでないんであれば、ちょっともうちょっと柔軟性持ってもいいかなって俺は思ってるんで。うん、でも、一言言わせてもらうと、インサイドハーフが弱いのは事実だよ。 あのサッカーでインサイドハーフは非常に重要な代わりなんで、うん、そこのところは圧倒的に俺は力不足だなって思ったよ。うん、もしやっていくんであればね。なるほど。なるほどちょっと違う選手。うん、だから言ったけど、まあ、柏にいい外国選手人選手いるじゃんって思ってたのはずっとそういう前も言ったかもしれないけど、うん、そこ取れててもよかったんじゃねえのって思うのは、ちょっとあそこにちょっと迫力不足かなって俺はちょっと思ってるけどね。なるほど。スタッフソンはいい選手だと思うけど、うん それを助けるような選手がちょっとこの間のゲームはなかったんだ、あの二人がねうんうん、うん。なるほど、うん。はい、ちょっと次行っても、これが最後かな、えー。皆さんたくさんスーパーチャットありがとうございます。えー、アイブルーさんです。こんばんは、ゴールドキーパーからのビルドアップが一番の課題だと感じます。広島戦は修正できなかったですが、今後練習で改善されるものでしょうか。ミドルサードまで行けばいい攻撃が広島戦でもあり、去年より怖さを出せると思います。 ゴールキーパーからのビルドアップについてはどう感じましたか福さん。まあ、ゴールキーパーからのっていうか、そもそも、こう、後方からのビルドアップはうまくいかなかったっていうのが、まあ、絶対的な評価だったと思うんですけどね。うーんで。うまくいかなかったのは現実としてあります。はい、それを選手がどう思ってたか。で、選手もゴールキーパーとフォワードと中盤と自分の立ち位置で見え方が違います。はい。ね。じゃあ、 監督がどう思ってたかもわかんないし、あれでいいと思ってるのか、えーうん、監督は試合後の会見で前半は自分が思ってたよりうまくいってたって言ってんだよ。だアウェーだし、去年よりも順位が上のチームだし、強いチームだから、まあそんなにうまくいかねえだろうっていうふうに思ってたのか、アウェーだから勝ち点1取れればいいと思ってたということでのコメントなのか、 ちょっとなかなかその辺は分かんない、そのコメントにとか。うまくいかなくても、いや、悪くなかったっていうのが監督の仕事だから、うんうん、それで言ってるのか本心なのかちょっと分からないけど、でも見る限りでは選手たちがうまくいってないなと思いながら戦ってたのは事実で。うんうん、だから、後半、島崎が言ったように我慢せずに下がってきたのはなぜなのかって言ったら、前半ボールが運べないから、うんうんうん どうにかしなきゃいけないよねって思ってやった行動なんだよな。前半はうまくいってなかったってことの証なわけでああなったのはいそうせざるを得なかったから。うん、だってうまくいってたらやる必要ないんだから。ええ、でも明らかにうまくいってなかったってことだよな。うん、でもそれはハーフタイムを含めて監督はあれを望んでなかったってことなんだな、多分な。うんうんうん ってことはビルドアップがうまくいってなかったとは監督は思ってなかったのかもしれないよな。うん。かもしれないで、ね。でも、リッチにいる選手たちは、あれ、あれじゃまずいと思ってたんだな。うん。な、自分たちで、ちょっとどうにかしなきゃと思って、やった行動が、ちょっと相手に余計ハマってしまった。うん。誘導性がないからね、俺が言って。うんええ、引いてくるの構わないけど、できたスペースをうまく使えばいいのに、引いてきた選手を使ってしまったと。いう話だよね。うん、はい。そうすると、そういうアイデアは、 ハーフタイムには出さなかったということだよね。あれだけ見てなんだけど、多分ね、そうなのかなと思ったんだよ。えー、選手たちは、監督がそう言ってきたのかなと思ったけど、どうも監督の試合後のカメントもそうではなかったし、島崎が言ってるように、ちょっと引きすぎたっていう言い方もしてるのも、選手たちもそう思ってるけど、うん、でも、関根の立ち位置と中盤の立ち位置での前半のビルドアップの見え方は全然違うと思うんだよ。 やっぱり、小泉にしてみたら、ちょっとこれ全然前ボール運べてないよねって思ってるはずなんだよ。両サイドの選手はちょっとあそこで我慢しなきゃいけないって言われてるから、ボール来ねえなって思ってたと思うんだよ。<laughs> なるほど。見、うん、え方が違うんだな、キーパー。はいうん、センターバックも出すところがなくて困ってるはずなんだよ。えー、今までだったらスムーズに動いてたよね。うんうん、ポジションチェンジしながら、坂井るけは高い位置取って。 相手引っ張っ張ててたたりしてたわけだよね、えーえー、ここに出てきたとこに誰か落ちてきてそこで受けたりとか流動、うん、性があったけど、はい、そういう流動性がないから動かない、えー、全部捕まってる1対1全部捕まってるでこのとこで何かや変えてくれればいいって言ってるけどあれだけ背中背負って疲れてたらそうそういかないよな、うん、バルセロナだってブスケツがいる時にブスケツを抑えられた時にはセンターバックの間に入ったりポジションサイドバックのところに変えたりして 相手引っ張って、自分のポジション開けて、そこ誰か使わせたりってことはするわけだよ。はい。そういうことはこれからやっていくのかもわからないけど、うん、そういうものは全く見えなかったっていうのは広島だよな。うんうん、ビルドアップのところどういうふうに考えてるかがわからないんで、うん、あれで良かったって言ってるんであれば、あのままだろうな。うん。<laughs> まあ、どうだ問題だと選手が思ってるんであれば、<laughs> えーうん、ベンチ側は思ってないんであれば、 うん、それはいいと思ってんだろうな。そこは本当にわからない。だから、島崎さん、これから見ていかなきゃいけないけど、うんうん、あれでいいと思ってるかもしれないしな。うんうん。その、なんか。あそこで失点はしないじゃん。はい。アウェイでさ、長いボール入れてたら失点はしないよね。ああ、はいはい。でも何回かチャンスを作れて、それ決めたら勝てる。えー、アウェイで、去年上位のチームだから、それでいいんだって。 っていう戦い方だったのかもしれないよね。だから監督の本心が分からないから何とも言えないけど、うんうん、ビルドアップっていうことだけを前半と特に前半のビルドアップっていうところだけを考えたときには前にはボール運べてなかったよね。はい。広島にやっぱりやりたいようにやられてたよね。前からプレッシャーにはまってたよねっていうのは正しいと思う。うん、それを改善する術っていうのは見いだせなかったよね。はい、ハーフタイムを挟んで。 それがちょっと嫌でうまくいかなかったから、ちょっと引いてきて、受けて、どうにかビルドアップしようと思ったところ、捕まっちゃったよね。引いてきたところがあそこだけ切り取ると、引いてきちゃダメだって言って、引いてきちゃったよね。うん、だから相手のやりやすいようになっちゃったよね。っていうふうに選手たちが思ってんのか、はい、で引いてきたこと、できたスペースをうまく使えなかったよねって思ってるのか、うんうん、これによっても全然違ってくるんで、切り取り方、と見方によってね。はい、局面を見るのか、もっと、 対局を見るのかによって、サッカー全然変わってくるから、<え>俺はちょっとどういう風に感じてたのかちょっとわからない。う,んうん、のうまくいってなかったとは俺は思うよ。うん、で、選手たちもうまくいってなかったと感じてた。うん はい。えー、ということで、えっ、ー、と、いっぱいね、あの、やっぱり今季初戦だったこともあって、えー、スーパーチャットもいただいたので、これ全部答えていきました。えー、で、もう、あっという間に、えー、時間も1時間15分ほど過ぎちゃったので、えっ、ー、と、この後は会員番に移らさせていただきます。えっ、ー、と、まあ、 次、ベルディ戦も控えてますし、えっ、ー、と、いいところもね、えっ、ー、と、見え隠れしたと僕も思ってますので、えっ、ー、と、次のね、会話については、えっ、ー、と、いろいろとそういうポジティブな話もしながら、あとなんかコメントを見てると、渡辺龍馬のことも話してほしいみたいなこともあって、えっ、ー、と、福さんにはその辺のことも、じゃあ次、らっていただきたいと思います。福さん、じゃあ一回ここで一旦ブレイクをさりまして、次、会話に移らせていただきますので、はい、よろしくお願いします。 えっと、皆さん、えっ、ー、と、裏剣プラス、えっ、ー、と、会員になっていただければ、次の会員版見ることができます。えっ、ー、と、裏剣プラスの今日の、えっ、ー、と、告知、えー、の方に行っていただいて、えー、こちらの、えー、動画、今共有しますが、こちらの下の方にスクロール,スクロールしますと、えー、会員版、見られるところがありますので、そちらから見ていただければと思います。 えっと、皆さんの期待も大きく、えっ、ー、と、いろいろなね、情報を随時発信していきたいと思いますので、今後とも、えー、この会員版、もし会員になられていない方、えー、会員になっていただけたら非常にありがたいです。会員になっていただければ、いろいろなね、コンテンツをこれからも随時発信していける、いけると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。えー、福さん、ではちょっと一回休みまして、えー、次すぐさま会員版をさせていただきますので、よろしくお願いします。はい。 はい。ではでは、今日はこの辺で失礼させていただきます。また来週、来週はベルディー戦の後、えー、また日曜日の開催ですので、その翌日にすぐにライブ配信したいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは来週までまたお待ちください。ありがとうございました。